回のエクササイズを、実践してもらうと、足首がしっかりと緩むので、それが膝とか股関節、股の部分とかに入ってきて全身が緩みやすくなります。あと、そうですね、それによって肉体的にはですね、結構動き激しくしたりとかした時でも膝が安全な位置に動いてくれるので膝壊しにくくなったりとか、それからあとは、まあ、鼠径部とか股の部分がしっかり緩んで、まあ、腰がしっかり動いてくれることによって、まあ、骨盤とか腰の部分に負担をかけないようにすることもできます。で、あと内面的にも足首が緩むことによって全身が緩むようになって足首の裏がペタンと地面に張り付く感覚が結構増すんですけど、まあ、裸足とかでそういうのを試してもらっても分かると思うんですけど、なんか硬い地面の上に裸足で立った時でも足首が緩んでると何か柔らかいものの上にペタンと乗ったようなそういう感覚を味わえるようになったりするので、それが何にいいかっていうと、そのすごいこう落ち着きというか、血に根が立ったような感覚が増すんですよ。で、それによって、精神的な落ち着きだったりとか、内受診とか、内臓とか、関心があったり、今後の内受診とか結構出てきたりして、まあ、それによってこう、最初はこう日頃浮ついたり、そばっかり見たのが、現実的なところでこうしっかり動けるようになったりとか、その後じゃあ同じように緩めたままで肘回しましょうってやると肘を回してる時に手首が固まっちゃうみたいな、そういうことも結構あるんですよ。それが足首の場合は結構その足首さえ緩めば全身に波及するっていうのがあって、すごくこうポイントになるので、ぜひ足首軽く持ってもらえたら、なんか体が硬いなとかいろいろ気にされてる方はぜひ足首を緩めるところから始めてもらえたりします。で、今回、動作4つぐらいあるんですけど、それを一通り全部試してもらって、ぜひ緩んだ体と根拠のない自信と安定感、安心感を手に入れてください。はい、ではどうぞ。で、まず一つ目ですね、壁を使うんですけれども、壁、まあ、家にある壁でも外でも何かしら動かないところですね、足がでこうグッて押した時にこう動かない場所を見つけてもらって、まず、足の裏、ちょっとかかとがなるべく壁側に近づくように、まあ、しゃがんでやってもらってもいいんですけども、こうやってかかとを近づけます。で、近づけて、で、腰をこっち壁側に向けて、で、起き上がります。で、この時に起き上がる時にスーッとここが離れちゃうといけないので、その位置を固定したまま起き上がります。そうするとももの裏からふくらはぎにかけてが伸びるので、それをぐっと限界のところまで来たら止めて、止めながらぐっと圧をかけ続けながら深呼吸をしてください。はい、で、今ちょっと軽めにやってますけど、厳しくしっかりやろうと思ったらここでぐっと完璧に当ててもらって、この位置で動かないようにぐっと強めの圧をかけながら起きていくっていう感じですね。はい、で、そうするとここら辺もちょっときついですし、裏もきついので、それを左右やってください。で、次ですね、次横に当てます。で、この時に注意点はここの前の方じゃなくてこちら側ですね、こちら側をしっかりと壁にがっつり当てます。 で足の裏が地面からこう離れない、こういうふうに壁側にこうやって浮いてしまわないように足の裏を地面にしっかりつけたままで、で、自分で圧力を壁側にギューってこう蹴っていくような感じでかけます。で、それと同時に重心を圧を向こう側にかけながら、ぐーっとかけながら自分の重心を下ろしていく。で、この時にこうやって休憩するような感じで前かがみにならずに自分はお尻を締めながら上半身を起こしたままでぐーっと向こうに圧をかけていく。で、この時にあんまり膝がこっちに出ちゃうような立ち方じゃなくて、しっかりと足の裏にギュッと乗って上半身を立てて圧をこっちにかけていきます。はい、OK。
こんな感じで、ね、はい、でこれを左右やってください。そうですね、で3つ目ですね、3つ目、ここの前側を伸ばします。でこういう感じですね、横から見ると指がこっちに入る形でギュッてここで体重を軽く乗せていきます。でこのこれで足首だけが痛いっていう方は少し後ろに下げてください。ここの場所でもここの何て言うんですかね、ふくらはぎの前側、ふくらはぎじゃないかな、すねですね、すねのこっち側の筋肉がしっかりと膝の方までしっかり伸びてるなっていうのが分かればこの位置でギュッてやってもらったらいいんですけど、ちょっと足首だけが痛くて伸びてる感じがしないという方は後ろの方ですね、少し距離を下げてここでギューッと圧をこっち側にかけていってください、はい、でここのすねの前側全体が伸びてるのを感じてもらうと、はい、でそれも左右ですね、こういう形で、これもできれば時間かけて30秒ぐらいをしっかりと呼吸を整えながら丁寧にやってみてください。で次ですね、次は、それができたら今度足首をプラプラって振ってもらいます。でこれもちょっと足首を固めてグーってグーって振るとかじゃなくて緩めて、でできれば鼠径部ですね、膝発進でこうやってグーって振るんじゃなくて鼠径部発進で横に揺らしてください。こういう感じで、でちょっと止めてみてもらったら分かると思うんですけど、ちょっと寄ってもらいましょうかね。で足首ですね、こうやって振ってちょっと足を止めた時にちょっと違うタイミングで足首から下が揺れるような感じですね。一回止めてみたらちょっと違うタイミングでブラブラと、の逆も、例えばこれも左右足のこう緩み方の違いがあったりするので、右は緩むけど左は緩みにくいとかいろいろあるので、まあ、僕もどっちかっていうと右が、左の方がちょっと硬いですかね。でもこれをこうずっと鼠径部側から緩めていって、このプラプラっとするのをできるだけ横揺らしで揺らしてあげる、違うタイミングで足が緩んでるのを確認してあげるっていうのをやって、で最後に両足地面にこうペターンとつけた時に足首が緩んだ後だとちょっと地面の感じ方が変わるので、それをちょっと味わってみてください。はい、で今回は以上になります。いかがだったでしょうか。まあ、難しいとか簡単とかいろいろあるかもしれないですけど、とりあえず痛めないようにだけ気をつけながら丁寧にやってみてください。そうですね、自分が